週末映画館。はい、今週もやってまいりましたけれども、毎週見ていらっしゃる方はですね、お、これいつものグリーンバックの映像と違うぞとお気づきになったと思うんですが、こういう時はね、はい、はい、仕掛けがあります。はい、ゲストをお呼びしております。はい、辻浦蓮主演していただいております、沙織さんに来ていただきました。ようこそ、すみません、よろしくお願いします。はい、はあ、お久しぶりです。はい、はい、私たちね、プラソという番組を10年近くやっておりまして、沙織さんとも長い間いろいろ映画の話をしましたね。はい、2時間3時間にわたり映画の話をさせていただいた、すごい番組でしたね。はい、生でこの番組それと同じ精神を持って確かに台本がないってそうなんですよ。そうなんです、台本ない、台本がないノープランなんです。わおと思ってそうなんです。でも私もお二人のことすごく信頼してるので、今日はもう何も心配なく来ました。ありがたし、はい、ということなんですけれども、あのとはいえね、あの、はい、プラス4終わってだいぶ経って、うん、多くは、去年の秋に大阪でトークイベント、はい、あのプラスやってた天明さんと、うん、あと春日さんと、春日大さんとやって、なるほど、その時沢井さん来ていただいて、それはなんかテーマが、テーマね、話したいことを話してああ、いいですね。まあ今日もそんな感じですけどね。まあ、そうです、はい、それぞれ何かこう話したいトピックスを持ってきて話すけど、なるほど、それ以来ですね、オフラインでこうお会いするのは添野さんは本当にお久しぶりですよね。ありがとうございます。いや、もう今日は本当に嬉しくてすいません、はい、なんか光栄じゃないですか、そのね、僕は本当になんか一方的にですけども、なんとなく知っている気がしている人が出た映画っていうものを見たら、それが素晴らしくて、それをしかも紹介することができるっていうのはね、まあ、そうですね、僕ら本当もう映画の中までとずっと思ってるので、その方が、まあ、番組主演やってた方の主演作をここでご紹介できるっていうのはね、すごく光栄なことなんです。映画めっちゃ見るんですよ、うんうん、しかもね、いや、それもう恥ずかしい、でも最近はとか言ってちょっと逃げ腰になっちゃいますけどでもね、なんかその沙織さんはシネコンでやってるような映画とかではなく、自ら面白そうな映画を探してご覧になるっていうので、僕はいつもすごいなと思ってるんですけど、そうですね、ミニシアターもシネコもどちらももう好きなんですが、最近ミニシアターで見たのはあのリングワンダリングという金子正和監督の映画を見に行って、感銘を、はい、受けました。はい、自然の中の撮影も素晴らしかったのと、やっぱり過去と今がこうつながって円環しているっていうことがすごくこう静かに強く伝わってきた映画だったので、近年私が見てた映画作家の方でもすごく新鮮でした、はい、金子監督の映画、金子さんじゃなかったか、金子さんです、ですね、はい、金子さん、あの日本狼、あ、日本狼、日本狼の、はい、の写真を撮ろうとするのかな、漫画か、絵を描こうとするのか、絵を描こうとするのか、いや、でもラストカットがあ、もうラストカットは素晴らしい映画で、ね、最後の最後、ね、そのまあ、草原、その最初からいる草原にまたやってくるんですけども、うん、思いもよらない、多分観客だけが知るんですよね。あ、本当そうだと思います。観客だけが知る、観客だけが知るっていう意外なラストに、まだね、地方ずっと回って上映してると思うので、あ、そうですね、はい、ご興味ある方ちょっと見ていただきたい。今日は前に撮った主演作、はい、ということで、はい、辻浦蓮吾という作品を、まあ、紹介し、我々もちょっとね拝見させていただいて、解説するためにちょっとお越しいただいたんですが、はい、辻動かし、辻、ゆ、べ、し、怖くないですか？え？私は怖くてしょうがない。月見うべしはもっともっと世に出るべきアーティストだと思うから、
しんちゃんさ、ツイッターでちゃんと管理してる？エゴサするのはいいけどさ、一つ一つニュアンスには気をつけてよね。そんなに上から物言うって妙じゃないか。彼女の才能を愛してんのか、彼女を支える自分を愛してんのか。二流のアンテナはいつでもピンと立てときな。私の心くすぶったまま終わる機会。自分の気持ちが分かんないんだもん。今も今も彼女との今日までのことを思い出なんかで片付けるつもりは全くありませんから。雨の日はうまく歩けない、裾が濡れるのを怖がって。もう一曲アルバムに追加したいんだ。必ず作ってみせるから待っててくれない？愛してる。私は、この写真、あのポスターになってます、あの月見ゆべしというシンガーソングライターの役を演じました。彼女がある夜ライブハウスでバンドを組んで男性と出会うんですけど、どうやらそのバンドの男性はギターが今夜来ないで、どうしよう。で彼は歌う方なので、彼女がサポートしましょうかということを声をかけたことで、あの一緒にステージに立ってあの歌うんですよね。演奏を一緒に彼女がしてあげて歌って、そこが2人の、まあ、男女が出会う。そこから彼らはあの何かしら音楽をやっている者同士として何かこう息が合い、あの一緒にこう共に歩みを始めるんです。でゆくゆく付き合うことになってから、まあ、映画はこう付き合ったというところから2人の関係をどんどん見せていくんですけど、彼の方はミュージシャンだったんですけど、彼女のマネージャーになりたい、彼女の才能に惚れたってことですね。惚れた、はいはいはい、マネージャーになりたいと言って、彼はマネージャーとして頑張り、彼女はあのミュージシャンとして頑張るというんですが、なかなかこの2人の方針なりやりたいことだったり求めるものとかがなんかこうぶつかり合って、まあいさかいが絶えなかったりするところを、まあ会話、あの小野大輔監督が書いた会話でこう見せていくような映画で、監督ご自身がマネージャー役で、あ、そうです、そうなんです、役者として出てる、役者として出ている2人の関係と2人はそしてどうなるのかという、うん、まあそうですね、あの同い年の2人が出会ってで平成から令和になったっていう、うん、まあ3年間ほどの話。サイナさんどのようにご覧になりました？僕はもうね、ガツンガツンっていう感じだったので、うん、そのカジメイコさんのさ、サソリの頃のカジメイコさんのこう助手サソリの頃の、そうそうそう、こう、はい、こう人をきっと見る目みたいなものを、そのゆべしさんの眼差しから感じたってことですか？からこうガツッってこうぶつけられた感じがして、まあ、映画は本当に素晴らしいんですけど、なんかそれをどうやってこう言語化したらいいかよくわからないっていうぐらいショックを受けました。うん、僕がその知っているそのいつもの沙織さん の, その優しい、なんか変なこと言ってもそのちゃんと聞いてくれるみたいな変なこと言っていやいや、大体そういう感じだったと思うんですけどっていうキャラクターと全然一致しない人がここにいるっていうことがやっぱり大きなショックだったんだと思うんですけど、ね、なんか僕の中で沙織さんとその月見ゆべしさんが重なり合って、すごく重なり合ってしまった感じがして、なんかこう私もうなんかこの辻浦連合に関して話そうとするとやっぱりうまく言葉がまとまらなくてですね、主演で演じさせていただくっていう機会は本当になんかこうすごい奇跡のような出会いなんですね。関わり方もやっぱりちょっと違うと言いますか、あとこの女性は30歳の女性なんですけれども、私がそのこの企画をオファーを最初いただいた時が2019年の初めぐらいで30歳だったんですよ。でその年に31歳になろう
という感じだったんですけど、はい、その時にやっぱり来たタイミングがどん、うん、こうぴったり自分とすごく重なっていて、自分のその俳優としてそれ、まあ、15歳から始めて、まあ、10代20代と過ごして30代になってっていう、なんかそこ全てが全部このゆべしと重なったんですよね。多分歩み方は全然違うんですけど、自分のその30を迎えるにあたってのモヤモヤであったりとか不安であったりとか、仕事に邁進してはいるけれども、なんかなぜかやっぱり拭えない不安があり、そこがすごく重なったのと、全部自分の気持ちみたいなのがすごく純粋なものがこの人に投影されたのかなっていう感じはします。沙織さんね、よくその、はい、私昭和生まれですからって言ってよくねプラスとおっしゃってて、ギリギリ昭和生まれなんですね。私のその多分年代っていうのは昭和63年の人と64年の人と、なるほど、平成同じ学年に含まれてるんですか。 3種類、なるほど、平成元年の人もいるんですよ。なんでこう新田彼の役は、僕は平成元年生まれっていうんですけど、昭和の最後とはいえ、うん、このその2人は、まあ、平成生きてきた人ってことなんだと思うんですよ。そうですね、ちょうど30年間、はい、で30年その平成で生きてきて、今ちょっとおっしゃってたその30っていう節目になった時に、くしくもこう世界ではねコロナ禍になってて、うん、社会の変わりみたいなグラデーションの中でさまよってるっていう、うん、この年の人じゃないと演じられないし、こういう設定でないと そこまでの葛藤が描けるのかなって僕は感じたんですけど、最初その脚本読んだ時ってそういうことって感じたりしたんですか。そのコロナが関わったりしたのは予想していなかったので、あ、話いただいて、そうなんですよ、それは当初だったので、そこはもう偶然という感じはしますね。でもそのコロナが入ったことで撮影が2回延期になったんですけど、それによってやはりこの作り手として生きているということの葛藤であったり、でもやっぱり諦められないっていう気持ちが深まったのはあると思います、うん、それがまあ功を奏したという言い方になるかもしれないんですが、映画ってちょっとそういう不思議なものが時々ありますよね。それは全部巡り合わせがあると思います、うん、でそもそもそのやっぱ撮影が伸びたことで、はい、まあ、だってね、僕は個人的にちょっとお聞きしたのだと、もう本当撮影いつ始まるか分かんないっていうのはもう、あ、そうでした、そうでした、役の準備はしてるけど本当にいつ、うん、これはきつい、ね、やるかどうか分かんないって状態だったんです。そうですね、そうでした。なのでギターの練習は、そのオファーをいただいた2019年の初めにオファーいただいた後から、まあ、自分で始めたんですけど、その頃は映画の楽曲もなかったので、ただ自分の好きな曲を練習してたんですよね、うん、でもその時って本当に自分が弾くということも決まってなかったというか、本当にギター持ったことがないから、うん、当てぶりになるんだとしたら、うん、まあ、持ってる様は知らないとっていう形で始めたのが最初だったので、書き下ろしてくださる方に、あとは2020年、うん、西山小雨さんというシンガーソングライターの方にお会いしたのは2020年の初めだったんですけど、はい、それまでに練習してそれを、西山さんに聞いていただいて、監督に聞いていただいて、はい、そしたら、現場で録音しようということになり、そういうよりプレッシャーになり、あれみたいな。それからよりこう練習に拍車がかかり、やっぱりすごい手段あれだけ弾けるように。でも私今でもすごい褒めてくださるのは嬉しいんですけど、全然納得はいかないんですよ。いくら演奏してもやっぱり今映画見ても、あ、なんか音あんま綺麗じゃないなって思っちゃうし。でもゼロから始めて本番で自分の手元を見ないで歌っているだけで恐ろしいことだと思いますね、それは本当に。まあ、この映画見た方が大体やっぱ、あの言い方ちょっと失礼なのかもしれないけど、ミュージシャンに見えるというか、ミュージシャンそうっていうふうな感想が聞くんです、うんうん、嬉しいです、うん、でもそこは私は本当は目指し
っていたところで、ああ本当なんか私の理想は映画の中で生きてる人に見えたいっていうのが理想なので、うん、本当は沙織っていうのは忘れてもらえる方がよくってですね、ああそれを目指したところではありました。その俳優の人がミュージシャンをやってるではなくて、ミュージシャンが出てきたっていうのはやっぱり一番嬉しいです。ああでね、そのね、うん、映画だけじゃなくて、はい、僕沙織さん の, その俳優としての仕事にも少なからず影響を与えたなって勝手に感じてて、うん、さ理由があって、はい、去年の今頃かな、舞台見てらっしゃって、あ、はいはい、あのヨーロッパ企画の作品で夜は短し歩けを止めてアニメにもなった作品です、はい、これ舞台版に出てらっしゃったんですけど、はい、歌を歌うシーンがあったんです。なんとしかもギターで田中誠二さんみたいな、田中誠二も今知らねえか田中誠二さんみたいな帽子かぶって学園祭のシーン、はい、そうです、そうです、はいはい、あって、あれって歌ってたかな、あれギター掲げてただけでしたか、あちょっとだけ歌いました。でも本当に少しだけでしたね。そうでした、ちょっとだけでした。でもそのなんかヨーロッパ企画の関連番組とかで、あ、そうですね、はい、もうそれはもうずっと延期してたので、よくお世話になってるヨーロッパ企画の上田さんがこうラジオドラマで読んでくださって、そのラジオドラマがフォークソングコメディというものだったので、そこに出演させてくださったりして、違う、そうですね、弾いて歌う機会を得るように、はい、いただけるようになりました。僕はもうそのね経緯はよく分かんないけど、そのそういうことがあったから、本来だったらそういう設定をいただかなかったかもしれないけど、作品の中でキャラクターの中に反映されてるんじゃないかなっていうことって、スタートはだから撮影伸びたりコロナがあって大変だったかもしれないけど、なんかその俳優活動にすごく生かされてるというか、そうですね、影響を与えてるって感じでした、はい、思いもよらぬ展開だったと思います、うん、はい、で僕の感想をちょっとね言わせていただくと、うん、僕シッシャーで拝見した時に、はい、あの荒井秀樹さんいらっしゃった、あ、はい、漫画家の、うんうん、で僕は分かんなかったから荒井さん見つけてくださって、うん、でもうあの渋谷でシッシャーだったので、うん、映画館から渋谷駅まで歩いて、もう沙織ちゃんの感想を2人で言い合って帰ったすごい言い合って帰ったんですけど、うんうんうん、でその時に荒井さんがやっぱおっしゃってたその感想がすごくしっくりきて、うん、なんておっしゃったかというと、はい、これはその何かを始めちゃったけどどう終わらせるかってことを描く映画だねっておっしゃって、ものすごく的確で、あの荒井さんコメントを寄せていただいてるじゃないですか、あれにも同じようなね意味のこと書いてらっしゃるじゃないですか。それを僕はその時も同じようにそのこれあの平成に生まれた人がそのあの令和を生きていくのにどう対峙していくかってことを描いてるって話をしたら、荒井さんがそうやっておっしゃってたのがすごく印象的で、まさにその始めたけど終わらせるっていうね、その本来であればそのミュージシャンを目指してなんか夢を叶えようとするっていう話が多い中で、これ30歳って年齢なのかどうか分かんないけど、終わらせるっていうことが目的というか、そのそういう結末に向かっていくっていう物語がちょっと特殊とまでは言わないけど、うん、そのあんまりない物語の方向性だなと思ったんですけど、うんうんうん、そのあたりまさにね、うん、同じそのさっきも言った平成を生きてきて、うん、ちょうど30っていう年齢を超えていくっていう主人公と沙織さんのこう、うんうん、バックグラウンドが重なってるっていう部分で、終わらせるっていうその言葉ってどう感じたのかな。あ、終わらせるものもあれば諦めないものも自分にはあると思っていて、私はやはり夢し軸でずっと生きていたので、彼女は彼との関係は終わらせたけれども彼女の人生は終わっていなくて続いているっていうのがあると思うので、何ですかね、私はこの映画は自分の人生を引き受ける映画と思っていて、個々それぞれの、もちろんその
彼女以外の人も出てくるので、はいはいはい、その人それぞれの人にやっぱその人の人生があって、うん、その自分の人生を引き受けていく映画と思っているんですよね。それがその終わりを決めるのも自分だと思いますし、うんうんうん、どういうことが終わりなのかも人に決めさせるものではないという感じがしますね。うん、なるほど、うん。なんかそのね、相手役であるその大野さん、うんうん、監督としてあの作品これまでも作ってきて、うん、常に何かその、まあ、社会にうまく適応できないというか、うんうん、あの自分はこうなんか思いはなんかあるんだけども、例えば言語化できなかったり行動せないって言ってもがく人たちはずっと共通してこれまで描いてこられた監督だったりするんですよ。そのことについてなんか大野さんはそのゆべしのキャラクターについてなんか説明されたりしたことあったんですか？これがですね、大野さんは全く説明 しないんですよ。本当に説明しないので分かんないんです。分かんないんですよね。小野さんが本当に何を考えているか分からないんです面白い本当にもしここに来てくださったとして聞いて帰ってくる答えが本当に本人は思ってるのかどうか分からないっていう感じなんですよね。自分で全部じゃあキャラクター構築して脚本から読み込めるものを構築していたってこと？そうですね、もう本当に髪型とかも自分で考えて、そうなんですか、はい、で提案して、まあ、その私も70年代 あのシンガーソングライターの方とか、はい、歌手の方の写真をいっぱい見てて、前髪を作っている人と、うん、全部こうワンレンになっている人とあって、はいはい、70年代そうですね、あって、はいはい、山崎ハコさんの写真を見たりとかも、はいはい、はい、シューしたんですけど、はい、まあ、そこでまあ、まあ監督に、で私がまあ思いついたのは前髪があったんだけれども伸びてきて、でもちょっと面倒くさいからこのままにして鬱陶しいなぐらいのこの長さと、あのパツンって前髪パツンで作るのとどっちがいいですかって聞いて、それでああじゃあその2パターンを提案したら、あじゃ あと前髪パツンじゃない方でっていうぐらい。でなっていう感じで決めていった感じですね。部屋で靴脱いで靴下脱ぐシーン、あ、靴下、はい、あれとかってもう完全にそのあれ見てキャラクターが分かるっていうね、ああいうのとかも私が考えましたあれはやっぱりあの帰ってきて靴下を脱ぎたいって気持ちが、私は本当の私は冷え性なので脱がないですけど、彼女は裸足が好きだと思っているので帰ってきたら靴下を脱ぎたい、なのでこう見える画角の時に脱ぐ芝居を入れる。いや、すごい構図でしたよね。素晴らしい、びっくりですねそれちょっとね。なのでそういう演出なりはやっぱ各あのもちろんメイクの方、あのスタイリングの方、カメラの方、みんなでこう演出はした感じでした。はい、共演者の人となんかその話したりとかしなかったですか、場面ごととかでもいいんですけど。そんなに話してないよ。話した方がいいですね、確かに。そうですね、だから、ね、浜翔吾さんってここにね武田里奈さん来ていただいた時に、うん、ナポレオンの時はね、うん、王子様みたいな役だったのに、えらい違いの役だなってちょっとびっくりした。あ、そうですよね、浜さんはワークショップオーディションだとおっしゃってましたね。浜さんのあのシーンのイメージなどがあって、うん、監督、言ってもいいのかな、言わない方が面白いのかな、とりあえず言っていただいて、それで言いますか、チャイルディッシュガンビーノの PV を監督は参考資料で渡して、この思ってるのもうあれはチャイルディッシュガンビーノを一生懸命浜さん見て撮影に臨んでる本当にこう物語と直接的に関係のない映画のシーンを監督からもらったりとか、例えばなんか例えばラストシーンは悪魔の生贄
悪魔の生贄。あれ、あのちょっと映画のチェーンソーのやつでしょ。あ、そうです。チェーンソーでわーって振り回して終わる。振り回して最後の夕焼けに走っていくっていうのが監督のイメージだったらしくて、で本当は夕焼けで撮りたかったんだけれども、夕焼けが撮れなくて、まあ見事な曇天だったんです。でも本当そういう風な演出でしたね。かなり意外ですね。うん、そのなんかダイアローグがすごくよくできていて、うん、その脚本の段階でカチッと出来上がってるのかなって思っちゃったんですよ。はいはい、それはカチッと出来上がってる。あ、そうなんですか。そうなんです。アドリブはないんですよね。あ、会話に関しては。そうなんだ。ないです。で、そこができていればあとは現場でみたいな。あ、そうですね。はい。その恋愛関係になるけど何かその核心の部分は見せないみたいなこともありますし、うん、そうですね。はい、なぜ付き合ったかも、ね、そうもうバンって、うん、分からないし、はい、いつの間にか一緒にいる。そうなんですよ。まあ、そこは重要じゃないんだ彼にとってはみたいな感じです。うんうん、そうですよね。でね、まあちょっと最後に一個聞きたいことがあってですね、はい、そのまあこの巡り合わせというか、うん、僕縁とかつながりみたいなものってね面白いなって思うんですけど、沙織さんのその昔の出演作品で、はい、後楽園の母っていう作品がございまして、はい、これ僕もちょっとした縁があって、田辺弁慶画祭って和歌山でやってる自主映画、はい、インディペンデント映画の映画祭、はい、僕ずっと第1回から審査員をやっているんですけど、うん、第2回に賞を取った映画、ほうで、僕その時まだ沙織さんとお会いしたことない時に沙織さん出演されてる、はい、沖田修一監督がまだ世に出る前の作品なんですけど、うんうん、面白いんですよ。由紀沙織さんと沙織さんなんですね。沙織同士で、しかもこの前に由紀沙織さんって時効警察出てる時ナレーション、あ、そうですね、でしょ、はい、っていう縁なんですよ。だから仕組まれたかどうか分かんないけど、そういう縁でできてる映画なんですけど、これでこれね、どういう話かというと、ミュージシャンの息子を訪ねにお母さんがやってくるんだけど、その恋人の沙織さんと仲良くなっちゃうっていう話、簡単に言うとなんですが、その時の息子をやってたミュージシャンの石渡さん、はい、もう今やもうめ超プロデューサーですね。超有名チャットモンチーとか手掛けて、今やあのカンジャムとかによく出てる超有名プロデューサーになったんですけど、かつてはミュージシャン追いかける役だったんですよ。なるほど、確かに。2009年でしょこれ。2009年だから13年前ぐらいはミュージシャンを追っかける女の子たちで言い方は女性の役だった、うん、ところが13年経つと、うん、ミュージシャンになるかは誰かに追っかけてもらう側になったっていう面白さが僕の中にはあるんですけど、うんうん、石渡さんって今43、4で、はいはい、この時やっぱ30ぐらいなんですよ。ああ、そうだったんだ。はい、はい、無意識だと思うんですけど、うん、出てる映画の中でもそうやってそのかつてはその30代っていうのをこう下の世代から見てた役を演じてた人が、うん、そもそもご自身が30代になった時にまさにそういう風な葛藤ね、彼だってミュージシャンになるかどうか分かんないの、うん、ボンクラ息子なわけじゃないですか、うんうんうん、なんかそういうね、そのモラトリアムみたいなものをやっぱりずっとこう円環して世代をつないでこうやってるんだなっていうところが、僕はなんか映画をねいつもその点じゃなくて線で見た方がいいって言ってるのは、うん、役者さんのキャリア見てもそういうこうなんか興味深い点があるなと思ったんですよ。自分がこの30歳になって超えてもう一つのその主演の代表作、その前のが過激オペラだとしたら、また別の形でその自分の主演作ができたことについてちょっと一言いただけないかなと。これ実は自分がやりたいと言ったんですよね。それはそのまあオファーあったんですけど、そのプロ何ちょっとどこかの段階かはがちょっともう記憶が定かではないんですけど、マネージャーかミュージシャンかどっちかやりたいですかって聞かれた時あったんですよ、プロデューサーの方から。でその時に私はミュージシャンの方の役をやりたいって言ったんですよね。こっちというかその大野さんの側の可能性もあった。んです。
それもう本当にもうほやほやの時ですよ。もう全然まだ全然できない。でその時ミュージシャンの役をやりたいって言ったんですよね。でそれはなぜかというのは、女性のミュージシャンといういやもちろん映画なんかあったると思うんですけど、彼女のようなキャラクターがその映画の中に出てくるのを私は見たことがないと思ったんですよ、うん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 、なのでそれを実現させたいというか、そう、そうですね、そこが強かったんですよね。そのどうしても私も30、まあ、自分の父親とかに30になるまでになんかその俳優としてものになってなかったら帰ってきなさいっていうことをなんかベタですけど言われたりして、社会通念に抗いたいみたいな気持ちがあったんですよね。ということでいろいろお聞きしましたけれども、ご覧いただいている方にメッセージいただくということに一応なっておりますので、はいはい、本日はありがとうございました。辻浦蓮舫のタイトルってどういうことなんだろうって思ってたんですよ。辻浦ってこう辻こう交差点で出会っ昔こう人がこう通り過ぎる中で 人々が話した言葉をもとに占いが行われてたらしい、らしいんですよ。何かその占いこういろんなこう人生の岐路なり場所であったりで出会ったこと出会いなどが吉と出るか凶と出るかわからない、それが全てこう人生というものであって、その人生そのものをこう恋したうような映画と、なんかこう本当直感そのままですけど思っていて、でもそのような人生はいつか終わってしまうので、みんな死んでしまえばなんかその終わりが分かっているけれども、人生をこう慈しむ、まあ、恋したうものだなと思っていて、この映画自体が、まあ、自分にとっても誰かにとっても寄り添い続けてくれる映画だと思っています。ぜひ劇場でご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。